はい、皆さんこんにちは、村長です。今日はミックスドインキーという会社が発売していますキャプテンプラグインシリーズを紹介します。キャプテンプラグインシリーズは右の端にありますように5つの構成になっています。5つの構成といいましても、一番上のビートは基本的には別売りなんですが、2,3,000円だったかな、追加料金を払うだけで、本来は定価は5,6,000円だったんですけれども、全部ひっくるめて10,000円ぐらいのソフトだったように思います。ただしこの中で僕がこれがすごいと思えるのはキャプテンビートとその下のキャプテンコードです。その他はおまけでついてると思っても過言じゃないと言えます。キャプテンプラグインを立ち上げるとこのような画面になります。まず自分が作ろうとしているキーを選びます。今左の端の方が Am になっていますので、これを C に切り替えます。まあ波長調の方が分かりやすいからです。そして C メジャーに変更します。そうすると画面上の方にダイアトニックコードが表示されまして、その下にそこからのテンションコード、いわゆる代替コードとでも言いましょうか、そういうようなコードが押すたびに変わって出てきます。そしてここで自分の入れたいコードを入れるんですけれども、この上の方を変更するとオクターブを変更することができます。このようにですね、変更が可能です。またその下のつまみはボイシングを変更できます。4和音、このように変更することができます。そして画面のプラスを押すと次の小節が入力できます。このようにしまして、例えば F メジャー、もう一度ここを C から始まってたか確認するために、はい、こうやって Cと F を入れました。次も入れていきましょう。5度の音を入れました。 G ですね。そしてここもう一度 C を入れてみましょう。このようなコードを入力していけます。今日は簡易ですが4小節にとどめておきます。応用としましては、ここを例えば4に変えて、ここを Am に変えます。そして最後ですね、ここを G7 と C とか半小節ずつに変えたいときは、上を持ってこうすることによってどれだけの小節かっていうことを指定することができます。もちろんここで削除をしたり、いろんな機能があります。今日は簡略化します。そしてまたプラスを押すと半小節分のエリアができまして、G7 と C にしておきましょう。 G を押して7th、 そしてここは C、 そのままです。どうなったかを聞くのにこうやってやっても音は鳴りません。下側にあるところを押すと、このように大体の流れを把握することができます。これの便利な機能は、上のところに4つのエリアがありまして、通常でいう A メロ、B メロ、サビ、そして C メロなど、こういうふうに複数のパターンを作っておけます。仮に A メロと B メロがほとんど一緒だった場合、1から入れるのではなくって、この上のところにコピーというのがあります。そして次のセクションに行ってペーストをすると、このように先ほどと同じようなコード進行が簡単に入力できます。それを一部分だけ変えるとか、そういうことが簡単にできるようになっております。ボイシングももちろん一つずつ変えれます。もちろんオクターブもです。このようにコードを入れるのに
とっても便利な機能があります。もちろんこれにはですね、タイミングというのがありまして、今このようにすることによって和音の切り替えのタイミングを変えていくことができます。これには音源がついています。今ピアノストリングスとなってますが、他の音に変えることもできます。たくさんの中からありますので、自分のイメージの湧きやすい音に変えるといいでしょう。そうすると このように音源の機能も果たすということになります。リレーやリバーブもかけることができます。もっと細かいところは皆さんまたマニュアルなどを参考にしてください。そしてこのように作った後、このソフトウェアの素晴らしいところは、簡単にドラッグドロップが可能です。右の下からこのようにすると4小節分のコードを入れることができます。今見ていただいた通り、ちょっとしたことなんですが、これをこのように動かすとプラグインの画面が消えて邪魔にならないところが素晴らしい機能だと思います。そしてこのように入れておけば、ここのエリアは、このプラグインのここで設定したものは音が鳴らないようにできます。クローズしていても音を鳴らすか、もしくは鳴らさないか、クローズをした時点で制御がキャプテンコードじゃなくってミディのトラックになります。もちろんこれで音が鳴ります。ちょっとコード進行が変ですよね。そこはお許しください。ここまでが簡単なキャプテンコードのお話でした。ここからが僕の大好きなキャプテンビートです。先ほども申し上げたように、キャプテンビートだけ購入するという方法も悪くはないと思います。さしてみます。最初に立ち上げた時にこういうマニュアルのようなものが出る、これも初めての方には便利かも分かりません。そして VST 画面がこのようにサイズ変更できるのもとっても便利なところです。これでまず音を鳴らしてみましょう。 DAW の方で再生をしてみましょう。ドラムパターンの選び方がとっても楽なんですが、ここの上の矢印キーを押すだけ、もしくはリストの中から選択できることになります。これを選んだりするとこのようにすぐに変わります。そして 1,2,3,4,5,6,7,8、 これはどうして8小節になるんでしょうか。ちゃんと8小節になってますよね。キャプテンコードで作られたパターンを自動計算して、そして8小節を選択しています。ただしもちろんここで上の三角マーク、これをこのように設定して4小節のドラムパターンを作りたいときはこのようになります。最後のところが少しリズムが変わってる、これがバージョン5になってからの特徴で、左の端にフィルというのがありまして、フィルだけを交換することができます。このスライドスイッチを押すとフィルがつきません。そしてスライドスイッチを入れるとフィルがつきます。フィルだけを変更することができます。回しながらやってみましょう。このようにフィルだけが変更できるようになりました。これでとっても使い勝手のいいドラムソフトに変わったわけです。下の方には各音のベロシティがあります。トラックをこう選び直すと、ちゃんとそのトラックに
あったベロシティが表示されます。そしてこれの面白いところは、このトラックだけを修正したりしたいときに上の画面のところで選ぶことができるんです。今キックだけをチェンジしていっています。このように次はスネアということで、これは今リズムは変わってません。スネアの音だけ変えてるんですね。そしてリズムを変えてみましょう。もちろん DAW のようにミュートをしたりソロにしたりすることもできます。そしてここにない楽器、例えばタムであったりは、この下を選ぶとこのように今使ってない楽器を追加することができます。今タム1、タム2、タム4、これがまだ使っていませんので、ここにプラスを押すことによって上に出てきます。これですね、これにタムを入れます。もっと自由に、じゃあタムとかをおかずとして自分で入れれないのか、それはウェガーのペンシルというのを選択します。そうするとめちゃめちゃ簡単にこのように追加ができます。そしていらないと思ったらもう一度これを右クリックすると消していけるようになります。この十字キーになった時に消します。そして連続でやりたいような時はこんなことができます。なぞるようにこう入れると16部でこのような入れ方ができます。もう一度聞いてみましょう。そしていろんなエフェクトまであるんですけれども、リバーブの送りを決めたりディレイをさせたり、そういうこともあります。下の方ではベロシティぐらいしか変更はできません。ただしこれがすごいです。エクスポートというボタンを押したら出てきました。そしてこれは今のトラックのオーディオをドラッグできるんですね。やってみましょう。
はい、今のトラックだけのオーディオです。そして今度は今のトラックだけのミディを入れることができます。はい、このようにミディで入力ができます。そして3つ目は、今画面に見えているリズムパターンを全部オーディオで吐き出せます。このようにですね。そして最後はこれをミディででも出力ができます。どのようなミディになっているでしょうか。このようにドラムとして打ち込まれています。ドラムロールで見るとこのような形になります。ジェネラルミディに変更します。まあ、このような形でミディとして入っているわけですね。ではドラムのトラックだけをソロで聞いてみましょう。そしてオーディオがいいのは音色までを持ってきます。ですからこれをソロにします。すると先ほどの音色をもし5小節目から変えてある場合は音も決めてあった音で流れます。ちょっと聞いてください。とっても便利でしょ。僕がさらに便利かなと思うのが、これ今4小節になってますよね。5小節になった時にこれらはどうなるのかっていう場合、ここで5小節にしますと勝手にフィルだけが5小節目に行って、その前は普通のリズムに戻ってくれたりするところ、これがとっても便利になっています。どうでしたでしょうか。皆さん、高度なドラムソフトをもう持ってる AD2 であったり BSD であったりとか EG ドラマーであったりとか、いろんなドラムソフトがありまして、高機能という意味で言えばそちらの方が高機能と思いますが、僕は特に初心者の方がドラムを入れるのにはもうめちゃめちゃ便利なソフトウェアだと思います。キャプテンシリーズの中ではキャプテンビート、そしてキャプテンコード、この順でしょうか。初心者の人が早くトラックメイクするのに便利なソフトだと思っていますが、バージョン5になってからはまだ日本語の解説がなかったので、今日は僕の方で簡単ですが解説をしてみました。村長でした。